はい、小沢です。本日は五所湖に行きます。行きますって、もうこれは今もついてます。多分横が五所湖です。五所湖周辺ちょっと散歩しようと思います。まず、まあ、どこに行くか決めてないですけど、なんか釣りに良さそうなポイント探し的な感じもしたいんで、一周しよっかなって感じです。ここは五所湖盛岡なんで、北上市からだと1時間中ぐらいですかね。橋が見えてきました。この左側になんかねポイント見っけたんですよね。だから結局これ今進んでますけど戻ってきます。これ右側が五所湖です。これだと見えないですね。今日は太陽が一回も出なかったんじゃないでしょうか。ちょっと曇りでした。コンビニとこまで進みます。はい、もうそろそろチェックポイントのコンビニです。ファミリーマート、すいません U ターンさせてください。ここもうちょい進んでいくと、まあ進んでいくと、まあ、このエリアは多分そうなんですけど、つなぎ温泉っていうなんかその温泉街ですね。つなぎ温泉で合ってるかな。合ってるよね。ちょっとあんまり信用しないでください。多分つなぎ温泉です。あの温泉たくさんあります。ここら辺マッシュいなかったら、あマッシュいてもタオル持ってきゃ日帰り温泉入れたの。夏は車置いていけないんで、マッシュ完全に無理なんで、まあ、夏入りたくないか。今日入ればよかった。まあそんな感じで日帰り温泉できるところもたくさんあったはずです。ぜひ来てみてください。橋ですね、さっきのとこ。ちょっとあそこ右折して曲がってみます。ここが車止めれそうでしたね。まあでもちょっと奥まで一旦見てきます。結構釣り場探すとき奥まで行ってみると超穴場あったりするんで、なんか立ち入り禁止とかじゃない限り結構行ってみること多いですね。でバックで戻ってくることは結構あります。 U ターンできないところ多いんで。ここはじゃあなんかなんだ湖の復旧工事みたいなのを
なんかやってました。こっち、そっちはもう入れないんで。あ、今多分四駆に変えてます。ちょっとぬかるんでたんで。マジでジムにないと来れないっすね。あー、このなんだ、この先なんかロープ張ってあって立ち入り禁止でした。なんでここでよかった、ここは U ターンできて。で最初のとこか、降りれそうなとこ、あ、降りれそうっていうか車止めれそうなとこに止めて、ちょっとマシと降りてみたいと思います。ではそこまでちょっと走ります。なんかいる。なんか泳いでる。濃いじゃん。なんか鯉しかいなかったですね。まあとりあえず次のとこに行きたいと思います。さっきのコンビニ方面行って、なんか湖横断できるでっかい橋あるんで、そこ渡って対岸まで行きたいと思います。なんて橋だっけ、全然名前見てなかった。でも多分五色大橋とかじゃないですか、大抵なんか王ってつけたらです。さっきも通ったからね。ここ今日 2往復か、いや3往復するのか。この道今日3往復します。帰りもここ通って帰る。あ、この橋多分五色大橋、ちょっと間違ってると思います。間違ってたらすいません。あれ、ここなんか夜も綺麗だった気がするするね。夜も綺麗だよね、ここ多分。なんかライトアップされてるっけ。ただ光ってるだけか、この上についてるライトが。
これ左に行きます。何見つけたっけ。なんか野菊、野菊の里みたいな。あ、違った。それはこの後行きます。なんかここに、なんかよくわかんない、よくわかんない公園あったんで、ちょっと行ってきます。マッシュちょっと散歩させます。ただ歩いてるだけ。雨降ってきました。きついか。はい、じゃあでは次は野菊の里行きましょう。野菊の里であったっけ名前でも、野菊は合ってます。野菊、野菊の里に今から行きます。
散歩道あれだったか。一回行かなくて、ちょっと違うとこ行こう。つまんなそう。きっと楽しいと思います。皆さんぜひ行ってみてください。マッシュがね、俺じゃなくてマッシュが次行きたいって。カモン、マッないとか来ちゃったら。どこ？ちょっと待って、実家調べるわ。どこも分かんない。はい、次は森のしずく公園、前の名前は慰霊の森っていうところに行ってきます。なんか結構登った気がするんですよね。ちょっとした山なんでちょっと大変だと思います。これ登って降りて今日は帰ろうかなって感じです。森のしずく公園はなんかもともとは追悼の場っていう、とこだったんですけど、なんか、航空安全を祈る場所に、なんかそのイメージ、天気を測るために名前を変えたようです。で、なんか最後に公園ってつけてるのも、一般の人が訪れやすいような場所に、したいって、なんか記事に書いてました。なので皆さんもぜひ行ってみてください。もともとどういうことがあったとこかっていうのは個人的にちょっと調べてみてください。それではもうそろそろ、着きますね。右側にあります。こっち側だと。よし。あ、やばい。窓全開で鍵閉めても意味ないっしょ。あ、正解。
よし。はい、よし。雨止んでね、よし、今からちょっとここ登ってきます。なんてね、森の雫公園、旧慰霊の森って感じです。なんか名前変わったみたいです。よし、一回登ったことあります。結構ね、長かった気がする。よし、ちょっと待って、よいしょ。あ、段階出る、125段。うわ、ぶっ壊れてんじゃん、怖っ。よし、ベイト。200段。あ、やばい。200段でも超きつい。犬の散歩でめちゃいいんじゃない？これ225段。ちょっと喋ってないってさ、クマ来る。車1台あったからね、誰か先にクマ避けしてくれてるから、まあ安心じゃない。でも人会ってねえな。先に行った人が食われてたらそういう可能性もゼロではないよね。300段、何百段あんだっけこれ。よし、登っていくか。325。えっと、あ、なんか休憩あった、休憩そっと。ちょっと待って、350段。よし、えっと、よし。ああ、ここで休んだらもう登れなくなるわ。うん、階段じゃなくなりました。うん、また階段じゃん、また階段じゃん。ウェイト。
ちは。うわ、階段だ。よし。425段。よかった。先に来てた人ね、今すれ違いました。食われてなかった。ってことは大丈夫だよね。あ、なんか来た。何かありました。火です。ノー、振り切れなくて。これは異例の森って書いてる。森建設さんが作ったらしいです。あ、森建設じゃねえや。森建設じゃねえや。異例の森建設になった。まあ、誰が作ったかわかんない。よし。よし、500段。行こう。あ、ゴール ?525。あ、トイレもあります。あ、喫煙所もあります。喫煙所だよね、これ。アルコール消毒もあります。ノン、あ、安倍さんじゃん。安倍さんだ。安倍さんってこれ安倍さんだよね、俺知ってる。これなんて読むの、肖像。ここ安倍さんだよね。あの、何人もいたっけ安倍さんって。森の雫となりて。よいしょ。やべ、暑すぎる。はあ、こんな感じ。盛岡の街が見えてんのかな、これ。あれ盛岡だよね。よし、暑い。異例どうですね。翼に似せた、はい、お前、そうだね。え、何、バーベキュー、バーベキューじゃないか。なんか被ってる。お、最終地点。よいしょ。お、なんか現代的なベンチになってます。航空安全記念の塔。50回忌2022
2020年を前に、え、違うか。え、どういうこと ?50 回帰になってる。いつが50回帰はい。ということです。漢字が読めね。航空安全記念の塔。あ、また、内閣総理大臣違う。誰これ俺が知ってる人じゃない。ミッキー。ミッキー竹雄。岩手山をイメージしてるらしいですよ。今日曇ってるからね、見えないね。よいしょ。熱っ。ちょっとあのベンチ借りていいっすかな。よし。てっぺんまで着きました。この交通安全記念の塔が、交通安全ね、航空安全ね。航空安全記念の塔が頂上にあります。50回忌に建てたの？ちょっとね、このね、文章がね、読めなくて、ちょっと詳しく知りたい方は調べてください。ということで、下ります。結局階段ね、600段ぐらいだったか、多分。あれ？そうだよね。600段ない感じです。でも途中に階段じゃないエリアもあるんで、結局、全部階段だったら1000段ぐらい。これ欲しい。膝痛い。よっしゃ、着いた。
杖もある。そっち何やんだろうね。はい、じゃあ帰ります。ちょっとそっち何やるかちょっと見てくる。ではご無沙汰です。なんかもうすぐ行き止まりだった。ここほんと行けんだね。うわーすごい。で、地滑りみたいな。あそこにね、木倒れてるからね、進めないんだ。どこに続いてんだこれ。うわ、そこも地滑り。ここはなんかわけわかんないことになってる。プラス40。40メートル先になんかあるってこと。なんもなさそうですね。こんな感じでした。クマが出る前に帰ります。
かるかる、もうかる。なんだ。